またあの平岡さんの方からその福山のことがこの委員会に参加することで知ることができてよかったなというふうにおっしゃっていただいたんですが山本博美さんは前回おいでいただいた時にこの福山にこんな素晴らしい地域資源があったりっていうようなところをその東京に出られる前あの隅々まであの知らなかったねっていうことをおっしゃっていただいたんですけれどもあの今回参加してみられていかがだったでしょうか。 はいあの本当にあのこんな風に文化が深い町だったというのは本当に恥ずかしながら知らずにですねあの私あの、最近、失礼といという、えっと、季節の行事に合わせたあの飾り付けとか盛り物っていうのをあの習っているんですがそうしますと例えば、えっと、日本の四季ですとかあと行事とか文化みたいなものにちょっと関心を持つようになったんですね。でお教室には日本各 各地でそれぞれ特徴があって面白いなっていうふうに思ったんですけどもそのあの面白いなと思った時に私はじゃあ地元福山のそういった文化を何も知らないので私からあのこう発することができなかったのがすごく残念だったんですがあのあ残念だなといつも思ってたんですがあのこのえっと委員会に参加させていただいてまた今日このイラストあのプレゼンや 発表やあとこのイラストを見せていただいてあの福山ならではの文化っていうものを知ることができたでこれをちょっとあの少しあの意識しながらこれからはそういうあの季節を楽しんだり生活を楽しんだりすることもできるなっていうふうに思いました。あの 地元にいた時は、まあ、高校生までしかいなかったんですけどよく何も分からずいたんですがやはり外に出てみるとその自分の生まれたところがどういうところだとかいいことっていうのがすごく客観的に見えてあの見えるんですけどもさらにこの会に参加させていただいてそういうことを意識できるようになったっていうのがすごく良かったなというふうに思います。やっっぱりあの知るここととていうことが すごく大事ってさっきおっしゃってましたけどあの本当にそうなんだなというふうに思いました。はいえー、ありがとうございます、えー、こんななな素敵な街なのよっていうことでその東京の方とか、あのー、世界から来られるこの友人の方とかを福山に連れてきたいっていうふうに思われますかはい友の浦は割とよく友人を誘って、あのー、旅に くるんですね。で、なんですが、友のうらしか知らなかったので、あの、はい、あの海の方はあの行くんですけども、山の方を知らなかったので、今度は友人を誘って山の方にも足を山の方って言うんですかね、あの行きたいなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。 えー、それではあの、まあ、この絵の今後活用というようなところにもあのなってくるかと思うんですけれどもよくあの PR 上手な企業の方などはあの銀座のビル一面にこのプロジェクションマッピングでこうバーンと映し出したりっていうようなあのこともあのされているところもあるんですけれどもあのまた映像というところであの中野監督にお聞きしてみたいかなと思うんですけれども。 あのこの絵なんですけれどもあの今後ちょっとどんな活用の仕方があ,のあったりとかこう何かアドバイスをあのいただくようなことができればと思います。えっとそうですねあのまずあの駅の構内まあ駅は JR かどうかわからないですけど駅の構内にあのこれが、えー、っとこの大きさの半分ぐらいで。 置いであのまあ、えー、っと最近のテレビだと60インチぐらいでしょうかねそこ,のそこにあるぐらいの大きさのものであればタッチスクリーンのものも連動してできるものがあるので要はこの、えー、先ほど障害現役部会の。 方にちゃんとしたコメント見えずに恥ずかしかったんですけどあの僕はさっき「バラ色の人生」っていうあの書いてあるのにほどとほどと,と「バラ色の人生」って何だろうなって妄想に入っちゃってましてですねあれだったんですけど <laughs> ぼんやりとしてたもんですからちょっとあの「バラ色の人生の下のバラの下にはトゲがあるよな」とかいろいろ思ったりなんかしてたんですよでまあその、まあ、そんなことは関係ないですけどこの「このくわい」のボタンを押したらせめて「くわい」は何だとかですね 分かららななないいとこれコミュニケーーションツールにはならないですよねだからあのこの大きなこれを誰しもが持ってるわけではないのでこれがなんとかですねあのここにこれがこれにつながってるんだっていうそのせっかくの部会の皆さんの思いがですねあのせめて声になって出るとか。 例えば、ポイントを示すとあの拡大しなくてもお金かかるから拡大しなくていいんだけどそのエリアの方に行くと,、えー、と C の13番は、えー、とこういう意味だということで、えー、と文字が出るか声が出たりしてくれればいいと思いますあとそれから CR コードといって,言ってあの最近のスマートフォンですとカメラを起動してボタンをピュッとやると CR コードを認識して CR コード読みますかと聞いてくれるんですね。ではいと言ってやると そこのホーームページで,飛びますですからこの1枚をものすごく拡大したホームページに飛ぶようにこの縮小したこの大きさの地図の右側のところに CR コードが例えばあるとするとそれはちっちゃくて貼るところは選ばないので学校だとか病院だとかどこでも貼れると思うんですけどまあ駅は大きいのをドカンと貼って CR コードが左右にドカッと置いてあるとそれをピッとやると。 そこのホームページは飛びますから、えー、そうするとこのそれぞれの部会の1ページずつのところに行けると思うので、そういった活用されるといいのかなと思います。あのまあ,あの一年の貴重なこのグループワークのセッションを通じていろいろな仲間ができたっていうことがとても良かったということと、それからあのまあ、みんな。 あの同じ気持ちを持ってね、町をふるさとをくしようっていう前向きな会が100人、100人も集まってるわけで、354人でしたっけあの、応募があったわけですから、あのまあ、すごく貴重な350人の、む、え、し、っと、ろに、えー、応援団がさらに百5 0人いらっしゃるわけですから、えっとまあ、これで地図ができたからといって終わりということではなくて、えっと、これを実現化していくということですから、 えっとその毎年えっと10人ずつ交代していけばえっと10年かかって100人交代すると思うんですけれどもえもっともっとあのアップデートするっていうんですかねあのこうは思ってたんだけど3年経ったらこの方が良かったわみたいなことは知見としてえどんどん発展していけばいいのにというふうに思っております、はい、バラエルの人生を手に入れたいですね。<laughs> ありがとうございましたもうどんどんアップデートしていくとバラ色になりますねきっとそう思いましたありがとうございます、えー、絵をご覧になった方から休憩時間にちょっと声も届いてたんですけれどもあのピンクの環状道路あそこのあのー、この動いている この全自動化がアニメのようにくる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 。こう回っていたりとか、あの人がぴょこぴょことこう動いているような。そういうこうアニメーションになってもいいのになという風うな、そのアイデアなどもあのいただいていました。はい、ありがとうございました。えー、それではえー、藻谷さんにお伺いしたいと思うんですが、藻谷さんはあの小学生の絵を。 あの見ていただいてそれぞれこう未来づくりを演壇の方にも賞をあの授与していただいたんですけれども茂谷さんの絵はあのお,城のお城と駅があの描かれているような、まあ、そういった絵だったと思います。あの小学生の絵をこのいろいろな絵を見てみられてあの感想はどんな感じだったでしょうか。 はいいありがとうございます今、その絵はちょっとここには出てませんけれども、えー、小学校の子たちの絵を見てですねあの期待してたんですけど期待以上にあの柔らかかい発想ですごく良ったその大人が考えるとどうしても今あるものに遠慮して絵を描くじゃないですかだからその全然この夢っていうけど大した夢にならないですよね突拍子もないあの本当はこうだっていう本当の気持ちっていうのは小学生の方が出せるじゃないですか。 それであのやっぱり福山の大きなこの残念なところはお城が街から見えないところですからこの駅とねあのお城将来どうすんのっていう時に小学生がもう街の真ん中にお城がパーンと見えてまあ駅は潜っててあのみんなが広場みたいなところで楽しくできてるという絵を私大変素晴らしいと子供ぐらいはせめてこういうこと言ってほしいなと思って推薦したところでこの大人の人と高校生以上が集まって作ったこの絵 このミライズもですねうまくごまかしているとごまかしているんだけどあのその駅が地下に潜っているわけじゃないんですけどもお城が真ん中にパーンとあってですねしかも昔だとお城が建っているというとその偉そうじゃないですかでもこれが実は偉くなくて金払うと中で泊まれるというですね <laughs> 皆さんは何だと思うかもしれないけどでも,もしかしてその変な話その国宝姫路城に泊まるって法律上無理です世界遺産ですし。 だけど元国宝をその通りに再建した福山城のてっぺんに止まるっていうことは実はできるんですね。それは世界の誰でも夢見るような最高の体験かもしれない。特に欧米人はやりたいでしょうね。その街のシンボルであなた止めてあげるよっておもてなしの究極ですよね。でそここれはね子供の発想にもなかったことで、これ大人の発想すごいなとあの正直思いましたえ。ついでに言うとその子供の絵もねは素晴らしいんだけど。 この大人を全部集めた絵もですね細かいこと好きなんで見てるとですねさっきのエビスさんが端っこの方にくわい棒をかけて出たりですねからのこれよく描いてくれたと思うんだけど藻場私モタにいたなんですけど藻、ね、が海に生えててそこに魚がいるっていうのを藻場っていうんですけどこの芦田川の河口に藻場があってですねこれあの今どんどんなくなっていくんでまずいんですよだからこれをちゃんと再生して魚がついてるよとかですね。 鯛網でこう上がってる鯛の鱗がちゃんと書いてあるとか妙院の中のですね仏像があるところがきれいな空間ものちゃっちゃっちゃっと小さく描いたんだけどあのすごい立派な国宝の空間がねちょっと見ると分かるように書いてあったりあの、まあ、天使の羽のランドセルっていうのも何と思うけど一番左上にちゃんとととっても可愛らしく書いてあるあの松永の真面目な人たちのこともちょっとこうちゃんときちんと職人さん書いてある。 あのすごいですねあの知る人を見ると配慮がすごいんですよね共に行けばやっぱり猫がいる僕今我が家に沼熊のうっかり買った八作が大量になって毎日昼飯以外で八作食べてるんですけど沼熊の八作おいしいんですけどちゃんと沼熊に八作が書いてあるとあのバラの,絵の、えー、あのス,スカイスポーツやってるバラのパラセーリングがあるとかね 全部本当にやろうと思えばできることあの大人の人たちがこれだけ思いつきいたこと何つまんないこなのやめなさいって他の人が10人ぐらい反対できるかもしれないけどやったら面白いことが全部書いてあるんですねこれ大人と子どもの感性がねに違ってなかったということに私は結構感動したあのつい話しなきゃも思いましたけどもう一個余計なことだから申し上げるとあのなんだ俺のものが書いてないんじゃないかと俺のビルがないぞってよく見たら市役所もないですね。これ <laughs> 書いいいいてななものいらないのかいやだからか ビルとか道路とか市役所が目立たないぐらいみんなが楽しそうにしてる街にした方がいいよねっていうメッセージだと思うんです。あのついでニュートだってわざわざわざ下水水とか水道も書きませんよねだけどそれはあ,あったらありがたい病院ももちろんあったらいいんだけどあらあって当たり前なんだけどそれを書き込まずとも。 そのこういう街にしたいねっていう気持ちを福山の人がまだ持ってたということに僕は感動しただからみんなが本当にこれを絵面事じゃなくて実際これぐらいやってもいいじゃん俺たち豊かなんだしって思えるようだともうちょっとあのさっきの高校生の子が言ってたなんだその,に夢のないい子が日本本に一番多いって本当かと思うんですけどね他のはるかに条件の悪い国に比べて日本人何言ってんだよって思うんだけどでも。 こういうい感じに本当に大人が心の中に持っているようだともう少し夢を持つ子ども増えるだろうなと思いますね。いや正直本当にびっくりしましたこんなレベルのこれだけ夢になることをまさか大人が書くと思わなかったです僕は子どもでで思うはよかったけどそこで終わったと思ってたんですけどまさかこんなにすごいことになっているとは宮根さんはどう思うか知りませんけど私は素晴らしいと思います。あありりががととううごござざいいいまますはした 幅広い世代16歳から今でいうと93歳までの方が夢やアイデアを出し合われてますのでそういったものが絵に描かれていますで市役所が描かれていないというのもその理由がありましてこれは市民の皆さんが議論された 内容が絵になっていますので、えー、市役所のことがあの議論をあのされていないので <laughs> 書かれていないというふうにあの絵は見ていただいたらいいかと思います。まあ、皆さんの本当にこれぐらい緑になったらいいですよね。そうです。あはいありがとうございます。